ですけど、うちは PGA チームっていうのがありまして、全ての現場において一個一個コンセプトを決めるんですね。その時に PGA チームっていうのを立ち上げまして、ね、PGA というのはプロジェクトチームですね。プロジェクトチームを立ち上げまして、全員で、担当者ですね、設計担当者、工事担当者、営業担当者、あと、その現場に携わるスタッフで、今回はどういうコンセプトでやるか。直近ですと、ミコノス島をモチーフにした住宅、埼玉県の方でね、45棟の街づくり、あとは、ブリティッシュタウンですね、イギリス風住宅を、じゃあ街並みに取り入れようというふうにして、考えたですね。じゃあその地域、その周りの環境に合った家づくりっていうのをね、全員で考えて、たくさんの人間が考えることによってね、買われるお客さんにの思いに、ね、近い住宅が作れるんじゃないか。っていうのは、住宅っていうのはですね、100点の住宅って絶対作れないですね。10人お客さんがいれば、10人、やっぱり希望、好み、あと、家族の生活スタイルがありますんで、ですから、より多くの人間がね、どういう住宅を作るかっていうことを考えることによって、100点に近いね、住宅が作れるんじゃないかっていうのを考え、っていうことでね、家づくりをしております。今後もですね、基本的な経営方針は変わらずにですね、オンリーワンの家づくり、ワンランク上の住宅をより多く供給していくと。ですから、今、1都3県に供給しているわけなんですけども、2000棟供給するにしてもですね、オンリーワンの家づくりということで、一人一人のお客さんのための家づくりを第一に考えておりますし。